日本におけるポストモダンを笑いしてビッグスリース、トンネルズ、ダウンタウン、爆笑問題など様々な芸人がいますが、誰が一番先進的な笑いを作ったと思いますか西野さんを熾烈に評された広木さんの考えを現在テレビでも活躍されているので言いにくいと思いますがお願いします。このメンツの中で行くと多分、えっと一番多分影響力があるのが北野武さんで、で、次はダウンタウンじゃないかなという気がするんですけど、 あの、トンネルズさんも優秀ではあるんですけど、同じようなことできる人がいっぱいいたんですよね。トンネルズしかできなかったことがあんまりないんですよね。で、その、ダウンタウン松本さんの真似ができてる人がいないんですよね。いや、その、ボケとツッコミが両方できて、実は場も回せてっていう。あの存在感はなかなか、その、 ま、北野武志、明石屋さんも、タモリさんレベルだと思うので、なので年代的にはそこだけがかなり突飛なんじゃないかなと思います。で、逆に新助さんって回しがすごい上手かっただけで、その、何かを残せてはいなかったりするんですよね。要はその、ダウンタウン的笑いっていうのが、あの、存在した時代があるんですけど、新助的笑いっていうのを残しはしなかったんですよね。 なので、その、あの、スマップ、元スマップの中井くんとかも司会すごいと思うんですけど、シスケさんもあの、司会のすごい上手い人っていう形で、その、笑いの時代を作った人ではないんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、これあくまで僕の主観です。はい。なので、あの、全然違うって言われたら、そうなんだろうなと思います。はい。